ものづくりではないんですけれども、一応あのセレクトショップの ありがとうございます、こんな感じで、はい、賞を受賞させていただきました。で、今度12月のフラウさんの SDGs の特集の方で、乗ることになりましたので、ぜひあの見てください。昨日の選見とかにも載りましたので、よかったらチェックしてください。皆さんのおかげです、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、スローファッション賞についてもう一度、ちょっとお知らせしたいと思いますので、画面の共有をお願いいたします。はい、ファストファッションからスローファッションへということで、こんな目標を掲げてます。お願いします。なんでこれをやるかについて、なんとですね、今、年間国内でですよ、100万トンっていうものが、私たちからだとか、あとは作り手の方から、廃棄がされている状況です。これは、お洋服の数で言うと30億着捨てられています。で、その一方で、なんと、これは別の指標ですけれども、衣類ロスって言われるもので、年間ですね、29億着作られて、その10億着、約半分、これが新品のまま、廃棄をされている、何らかの形で廃棄をされている状況っていうのがあります。で、こういったことは何で起こってるんだろうっていうことなんですけれども、次のページお願いします。実は予測不能な気象の変化とかね、そういったあと過剰生産とか、あと機械ロスの対策ってことで、こういう背景から膨らみ続けてしまっています。で、私たちエンタージーはですね、その作る側と、使う側の相手の間の届ける側として責任を負うと思っていて、その衣類ロスっていうのに取り組みまして、私たちが扱っている商品は全て破棄率ゼロ、あるいは消化率 100% の在庫を全く持たないセレクトショップを今後目指していこうと思っている次第です。なので、今回スローファッションショーって言いながらも、今回受注、それを見ていただいた商品は全て受注で予約していただくシステムを使っています。次のページお願いします。はい。ということで、おさらいになるんですけれども、今までっていうのはどうしても在庫ロスとか衣類ロスっていうのを防げない状況だったんですね。何年も何ヶ月も前から、予測して制作をするんですね。で、コロナみたいなことがあるとどうしても余ってしまう。で、そうすると結局、私たち売る側っていうのは破棄せざるを得なくなっちゃうっていうのがあります。それをですね、次のページお願いします。まず逆に皆さん、ご利用者の皆さんに、いいなと思ったものを先に予約していただくんですね。そして私たち、在庫を持たずに仕入れをさせていただいて、それを必要な分だけ制作あるいは調達していただこうという流れを作りたいと考えています。はい、もう一個お願いします。で、一番はこういう新しい買い方、みたいなことを広げていきたいと思っていまして、ゆっくり吟味してじっくり理解を深めて届くのをゆっくり待つ、すぐ手に入るっていうね、便利な世の中もありましたが、どちらかというとそれをゆっくり待つ新しい服の楽しみ方っていうのを提供していきたいと思っております。じゃあスローファッションショーについてもうちょっとお伝えします。お願いします。はい、いける？はい、スローファッションショーとは、はい、今からショーを、お見せします。いくつかのスタイルコーディネートをご紹介させていただきながら、今日ゲスト、いますので、ゲストのお話も聞いていただきます。で、それで聞いていただいて、あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃんって思ったら、じっくり考えていただきつつ、気に入ったら予約していただきたいです。で、その後私たち、時間をかけて 2,3 週間後ですかね、にお届けするという流れを作っていきます。で、その他、注意事項をお願いします。楽しみ方、これやっぱりスローファッションショーと言われるファッションショーでございます。で、インタラクティブに、私たちがこうスタイルとかコーディネートとか、あとは商品について、どんなエシカルのポイントがあるのかっていうのをどんどんお伝えしてきますので、皆さんぜひ質問があったらチャットを利用して質問していただきたいと思います。そしてですね、感想、コメント、かわいい、かっこいいみたいなこともね、盛り上がりますので、ぜひ参加していただきたいと思います。
で、商品の説明の最中、例えばゲストとか私たちも見ていますので、そのまま伝えることもできます。はい、次のページお願いします。もっと詳しい内容で言うと、今オンラインサイトの方で受注ページ、あ、すいません、スローファッションの、その商品ページっていうのがあります。で、11月の5日まで今回は、受け付けておりますので、気に入ったらよかったら受注してみてください。で、2週間前後、今回は14アイテムぐらい用意してますので、ご紹介していきたいと思います。で、チャットの中に URL、 今これを、見てますよっていうのを投げていきますので、ご確認いただきたいなと思います。はい、で、途中でですね、楽しい、質問とかね、クイズとかしていきますのでね、ぜひ参加していただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、次にですね、今日はゲストの、ジョアンをお招きするんですけれども、その前に、デリケーテッドについて、先にインタビューを撮った動画がありますので、それをご覧いただきたいと思います。Hello, honorable Japanese customers. Johan Grafner from Dedicated Brand, a Swedish low impact brand from Stockholm.We're very proud to be represented by Enter E in Tokyo, a very knowledgeable store who brings forward responsible brands that produce in organic or recycled fabrics. So we hope you like our collections, and we're happy to hear feedback on what you think.My name is Johan Grafner, and I'm the founder of Dedicated, a Stockholm-based brand from Sweden, with the vision of improving the standards in the textile industry. So I've been in the textile industry for 24 years, but the past 14 years we've been working with organic cotton and recycled fabrics such as GRS certified polyester and lyocell fabrics like Tencel, etc.So we try to develop and push the agenda very much, because the first 10 years I was in the industry, I did a lot of production trips to countries like Bangladesh, Pakistan, China, India, and I saw the devastating impact of the textile industry firsthand. I saw wastewater going into the ditches, flowing out to the rivers, polluting freshwater sources. So that's just part, one part of it that you can see, which is heartbreaking, that alone. But then you have the massive CO2 impact of the industry on top of that, because a lot of the production is made by high sulfur coal. So it's extremely polluting. So when we started this company, we wanted to really address this and use the highest standard possible. So zero wastewater.100% renewable energy for production, and the best certification like GOTS, Fairtrade, GRS, and also look at new fabrics like hemp and maybe fabrics made from leftovers from the food industry, like coffee beans and milk products and so on. So anything that can be done to reduce the harmful impact of the industry, because fashion and clothing should be something positive. It's something to express your values and what you like and who you are. You cannot do that with cheap fast fashion that's killing the planet. You're showing that you're an ignorant person if that's, you let that represent your person. Mm-hmm. So we now also work with the Japanese Nintendo. Mm-hmm.Company founded in 1889 as a game company with cards, and so we use these well-known licenses and movies because everyone can relate to it, and that way we can also make responsible fashion more relatable, that it's not fashion that has to be boring or unicolor, and it can be very flavorful with prints, and anything can be produced basically on a in a responsible way these days. It's just a matter of
willingness to spend a little bit extra, but then you can have a guilt-free consumption, a clear conscience. Almost all our collection is made with natural fibers, like organic cotton and tencel. But for some garments where it's necessary for performance, for instance, outerwear like this, we use recycled polyester, and we also use this for swimwear. So we use 1 million PET bottles like this per minute, and only 9% of those are recycled. So it's very important to increase the demand for recycled polyester. So we use this recycled resource instead of virgin, which is based on the fossil fuel oil that we pump up. So for all the natural fibers we produce in South India, the cotton comes from two different cooperatives in Gujarat, India. One is called Chetna Organic, and the other one is called Suminter. So there are small family farmers that are part of the Fair Trade and GOTS program. So we have full traceability from cotton seed to ready-made garments. And then the textile factories are in the state of Tamil Nadu in South India. So jersey we make in Tirupur at a factory called Armstrong, and it's running 100% on renewable energy. It has zero wastewater. The factory closes at 6 o'clock in the evening, so no overtime at all allowed. It closed the factory at 6. Woven fabrics like this we make at Sandor & Sons. It's a factory in Salem, also in the same state, Tamil Nadu. It was founded in 1956. And they have 7 weaving mills. So with their help, we can get any woven fabric that we want in a manageable quantity, rather than have to make 3,000 meters, which is hard for us to sell. We can make less than that. So they help us in a big way to develop the collections in a way we want, because otherwise it will be mostly jersey. But we want to be like a full concept, full collection, man, woman, so we can make as much impact as possible. Yeah, basically we have one home planet. It's the only home we ever had. The only home we will ever have is planet Earth. And we're 7 billion people now across the globe, and we're going up to 10 billion in my lifetime alone. So we're already passing what the planet Earth can regenerate, and now we're borrowing time from the future, because we're depleting oceans, depleting forests. 60% of all mammals species have died in my lifetime, so this is clearly not sustainable. Sustainability means living within the boundaries of one planet, as humanity. At the moment, most of the fashion is made of polyester, pure plastic. 68% of our garments are polyester. And we make 10 billion garments per year on the planet. So most of it's just plastic, really poor clothing that people use a few times and then throw away. And this is stopping now. This is history. So what's going to happen now in the future, that people have to go for recycled fabrics, number one, and secondly, organic natural fibers. That's the priority, to look for these garments and brands that produce responsibly, because we have so much, we just need to reuse it. Rather than producing new clothing out of virgin polyester, it's extremely devastating to the planet. It's the reason why the fashion industry accounts for 8 to 10% of the global CO2 emissions. It's all this cheap plastic clothing, also produced in high sulfur factories in China, India, Pakistan. It should be avoided. It's not the conscious way of living.
デリケーテッドのことをちょっと知っていただけたと思うんですけど、今日はこの後ジョアン、創業者の今ねインタビュー出てきたジョアンをお招きしてますので、ジョアンに今回のコレクションのテーマについてちょっと伺いたいと思います。ジョアンいますか？ Hello ジョアン、 How are you? Hi, can you hear me? Hi. Good to see you again. Hi. Good to see you again. All is well too. Yeah. So, 今回のコレクションについて少しだけ、どんなテーマなのか教えてもらってもいいですか？ Well, every collection is inspired by nature, and so, but here is kind of earthy colors, brown being our main color as what you're wearing. And really nice wearable color hue, and super soft natural fabrics, in this case woven organic cotton from Salem in Tamil Nadu, South India. And we always work with a lot of interesting illustrators. And so, of course, on the print side, we kind of curate based on our inspiration from their output and what they are designing. The collections always become quite diverse and inclusive. You can always find something you can relate to, although you may not love everything. We think it's a nice, fashionable, responsible collection that has styles that are wearable for many seasons to come. Fashion with a bit longer life cycle, we believe. はい、ありがとうございます。本日通訳させていただきます。今回のコレクションはですね、毎回自然にリレートしている、関係しているコレクションのテーマなんですけれども、今回は特に地球ですとか、アーシーカラーといった、ともみさんが着ているようなブラウンのイラなどを中心に使っています。またすごくソフトでオーガニックコットンなどを使用しておりまして、とても着やすいコレクションとなっています。またプリントもいろいろなイラストレーターとコラボをしてデザインをいたしました。本当に多様でインクルーシブで、すごくもう一つ一つ全然違うものではあるので、一つはお気に入りの商品を見つけていただけるものかと思います。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、まず最初のスタイルを見ていこうと思います。大丈夫でしょうか？はい、では最初のスタイルお願いします。はい、ここですね。はい。まず最初のスタイルは、男性のスタイルになるんですけれども、こちらの、パッファージャケット。これは、ペットボトル全部ですね、リサイクルされたペットボトル 100% のものになります。でこちらを、着ているのとプラス中ですね、ちょっと脱いでもらってもいいですか？はい、中はですね、オーガニックコットンでできました、スウェットのジッパーの、ジッパースウェットシャツを、着ています。で下はオーガニックコットンのパンツで合わせているスタイルになります。で今回 の、 そのサステナブルなポイントで言うと、もう一回ごめんなさい、来てもらっていいですか？やっぱりこのダウン、パッファージャケットですね。ダウンは入ってないのでダウンと言いません。パッファージャケットと言います。まずですね、これは、プリントが、なんだっけな、スクリーンプリントになっていて、お水を一切使わずに、なんだ、写真とかプリントを載せているものになっています。で、かつ、ここに、これすごいのは、機能が、防水
機能、がありまして、ここに 雨水が、ね、注いでも確か3万とか3000ミリヘクタールぐらいの、まあ、要するに大雨が増えても、耐えうる、ジャケットになっています。なので、デリケーテッドって結構アクティブな、例えば、スノーボードとか、スキーとかそういったアクティブな方にもおすすめの、商品をたくさん用意してるんですけれども、冬のウィンタースタイル、そういうアクティブな方にもおすすめな、ジャケットになっています。で今回ちょっとコーディネートの、特徴で言うと、ちょっと前見てくださいね。あ、ここでいいです、はい。全体的にこのアイスブルーっていうその雪、あの 木が、雪解けしてる、雪が積もってる木を、模してる、デザインなので、それに対して、あまり色を使わずに、単純に、ベーシックな、ブラックカラーを作っています。で、フードもね、ついてるので、すごく、そうですね、非常に機能的に使いやすい、そんなダウンになってます。で、これがなんと、これもね、ビオニックフィニッシュアットエコっていう、撥水を使うときにフッ素っていうものを使うんですけれども、それを一切使っていない、非常にエコロジカルな、そういう、なんでしょう、加工するところまでもきちんと、気を使っている、洋服になっております。これについて、ジョアンにちょっと聞きたいんですけど、この例えばプリントをしたのは、あれかな、デザイナーかな、ジョアンのところのデザイナーですか？Yeah, we have an in-house design group headed by Joachim Knapp, our art director, and a small two-people team where we put the collections together. I'm part of that group as well, and this is a kind of winter wood photo print, so taking from above bird's eye perspective straight down into the snow-clad branches of the trees. So we thought it was a nice striking image that, you know, connects with the nature and still is very modern and exciting from a contemporary fashion context as well. はい、そうですね、こちらはインハウスの2人のチームのデザイナーが、デザインしたもので、先ほどご説明いただきましたが、冬の木の、林などをイメージして写真が使われております。すごく本当に強いイメージで自然とのつながりが感じられるようなプリントになっています。はい、ありがとうございます。でちょっとだけ時間もあれなんですけれども、この下の、スウェットシャツについてもお話しさせていただく と、デリケーテッドってちょっと見えますかね、レインボーカラーで書いてあるのが、ちょっとアクセントになっていまして、はい、多分コーディネートしやすい感じになってます。あ、どうしました、ジョアン大丈夫ですか？はい、ということで、もし会場から質問ないですか？聞いてないですか、これに対して。はい、じゃあ、会場に質問がないそうなので次に行きたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、では2着目お願いします。はい、今度は女性の作品になります。女性の、今回はこちらも、アウターのご紹介です。映ってるかな、うん、はい、まず紹介するのが、タイダイのマルチカラー、これをプリントした、これも写真で多分催したものだと思うんですけど、転写したものになっていまして、タイダイカラーが特徴の非常にね鮮やかな、クールな、ダウンジャケットに、オーガニックコットンのセーターを合わせました。はい、で、この特徴も同じで、先ほどのIC カラーの、ダウンと一緒で、また忘れちゃった、ビオニックフィニッシュの加工がついてます。そして、防水、
宝石のですねがしっかりついていまして、で、ダウンと比較されるんですけれども、非常に中はあのリサイクルポリエステル、ペットボトルになってるんですけれども、非常に、中の、素材繊維も、風を通さないようになっているので、防寒性も十分あると思います。で、特徴でいうと、あとねフードがね取り外しが効くので、これ全シリーズそうなんですけれども、取っていただくとすっきり、なるような感じですね。で、見ていただきたかったのはやっぱこの模様、もうちょっとぜひぜひね、あの寄ってほしいんですけど、めっちゃ可愛くないですか、こういう感じで。あの色のトーンがその多分こうやっぱ自然のあのネイチャーなあの光とかそういったところからあの影響を受けていると思うんですけれども、大体の綺麗な紫とかねオレンジとかが入っていて、非常に冬が楽しくなるようなアイテムになっています。で、今日コーディネートで合わせたのが、やっぱりダウンがこれだけアウターが明るいと、まあ、中の素材は、まあ、無地だったりした方がいいと思いまして、今回合わせたのがこちらの、スウェット。これね、ショート丈のスウェットになっているので、非常にあの扱いやすいというか、スカートにも合うし、パンツにも合うっていうのが特徴です。あの小柄な方とかね、ショート丈ってあの非常に大事かと思うんですけれども、ショート丈になっているので、バランスよく、お洋服着ていただけると思います。で、サイドに、あ、サイドじゃないか。で、あの、ちょっとね、あのこのハイネックになってる、感じがですね、非常にスポーティーでして、そうですね、多分こうやって上げてる方がおしゃれなんじゃないかなと思っています。で、色味はマスタードイエローと、あと、後で出てきてきますけれども、カキがご用意があります。これはオーガニックコットン 100% で、インドでフェアトレード、さっき説明ありましたけれども、サウスインディアで生産された、フェアトレードのオーガニックコットンになります。で、今日はちょっとタイダイのジャケットだったので、ちょっとそうですね、動きのある、なんだろうな、エスニックな感じに仕上げたかったので、下は少しそういうボヘミアンな感じのスカートを合わせさせていただきました。可愛いですね。で、やっぱこういうあのバッファージャケットってボリュームあるので、どうしてもデニムとかになるとカジュアルになりすぎちゃうんですけれども、こんな感じで着ていただけると大人の女性も似合うんじゃないかなと思います。会場の方から質問ありますでしょうか。どうですか。はい、ジャケットの重さはありますか。どうですか。具体的に言うとグラム数どのぐらいなんだろうな。いや、ダウンじゃないバッファージャケットなので、質感的には、あの繊維的には軽いです。 About the, should I comment on it? あら、About the weight of the jacket、it's slightlyA little more heavy than a natural down jacket, but hardly noticeable. The insulation is made by a brand called Felix, and it's tiny tubes of recycled polyester that are kind of molded, so they fill a lot, and hot air is locked into between those fibers. So.It's not a very heavy jacket, but very warm. うん。という、はい、はい。普通のダウンジャケットよりも本当に少しだけ重いぐらいで、気づかないぐらいの、差なんですけれども、その中に入っているポリエステルのファイバーっていうのが、なんかすごく小さな穴が開いていて、そこにたくさん空気を保持することができるので、すごく暖かいものだと思います。うんうんうん。はい、他に質問ありますでしょうか。デザインとかコーディネートとか分かんないことあったら、トータルで他のブランドも含めてお店で試着や発注はできるんですか。トータルで発注できます。試着もできます。できます。はい、はい、他に質
質問ございますか？ない、大丈夫かな？じゃあ次の、スタイルに行きたいと思います。ありがとうございます。すいません。はい、3着目、3人目ですね、お願いします。今度はちょっと雰囲気変えまして、これもまた女性のスタイルですね。でデリケーテッドとどちらかというとストリートウェアっぽいのが特徴なんですけど、ちょっとあの大人のシックな感じに今回は仕上げてみました。で今日彼女が着ているのはメンズの、実はアウターになるんですけど XS を着ています。で、特徴で言うとさっきも言った、リサイクルポリエステル、を作っています。ユニセックスです。はい、あのレディースも全然決めます。そうだし、ダメなんです、メンズとレディースデリケートと分けてないのでユニセックスです。失礼いたしました。で話を戻すと、このジャケットについては、撥水加工がついており、なんだっけな、これもビオニックフィニッシュっていう撥水加工がついて、さっき言ってたフッ素を使わない、エコロジカルな、加工がついています。で先ほどの、パッファージャケットに比べると、薄手にはなるんですけれども、今日みたいな、朝晩ちょっと肌寒い時に、ちょうどいいような、生地感ですねになっています。ちょっと裏地見てみましょうか。裏はどんな風になってますか？はい、裏地もですね、これリサイクルポリエステルが貼っていまして、しっかりと裏地がついているのが特徴になっています。で後ろ、ここが最大級に可愛いポイントですね。ここが少し、ラウンドしています。ラウンドしているので、何でしょう、昔のあのワークスタイルというか、そこから編みスタイルとかね、そういったところから、インスパイアされてるんだと思います。これジョアン、ちなみになんかおすすめのポイントとかってあります？どうですかこのコーディネート？ Yeah, this jacket we call Hudevik, and the outer shell is made out of organic cotton and recycled polyester. It's a mix, but slightly cotton in it. So it's has a nice texture, a nice hand feel. And I use it every day because I bike to work from my apartment to our office on Långholmen Island in Stockholm. And it's perfect for any rainy, foggy day. It's one of those jackets that's very useful, both in the city and walking in nature. We have made it a bit for biking because we think that's a very positive lifestyle. So on the back of a hood, there's also a reflective strip for safety. So we have that feature on a lot of the garments just for... It's so dark in Sweden, so to be noticeable in the traffic. But it's a great jacket. We were very happy with it. So we will continue with this style for many years. Is our plan. はい、ありがとうございます。そうですね、こちら素材は、コットンとポリエステルのミックスのもので、はい、私もあの毎日自転車に乗って通勤をしているんですけれども、その時に着ています。霧がよく出てかなり雨が多いスウェーデンではとても役に立つもので、自然の中で散歩するにも、もちろん街中で着るにもすごく適した商品だと思います。あとフードの裏にそう、棒の、ストリップがありまして、まあ、自転車に乗るときに、後ろから、反射するように、セーフティーに、はい、考慮して作っております。すごくいい商品だと自分でも思っているので、もう何年も作り続ける商品だと思います。はい、そう、私言い間違えた。これオーガニックコットンとリサイクルポリエステルのミックスになっていて、でコーティングされているという商品なので、先ほどのなんだろう、パッファージャケットよりもより、パリッとした、生地感ですねが特徴で、ツルッとじゃなくてパリッとっていう感じです。なのでもしかしたら通勤の時とかにも使えるぐらいカジュアルすぎない、今日のねお洋服とかみたいにカジュアルすぎないお洋服とかにも合わせることができると思います。ちょっと最後に
今日のコーディネートの特徴だけお伝えしますと、中に着ていただいているのが、これも、オーガニックコットンのショート丈のスウェットシャツを着てもらってます。で、サイズ感がすごくいい感じなので、なんかニットを着るとあまりにもちょっと、女性らしさとかフェミニンすぎちゃうとか、あときっちりきちんとしすぎちゃうというところを、このスウェット素材を着ることによってより、ちょっとカジュアルに着ることができるので、コーディネートの幅になるんじゃないかなっていうのと、今日はそのスタイルに、ストライプのパンツを合わせてみました。で、色がねチャコールなんですよ。で、焦げ茶よりも少しねもっと濃い感じのお色味なので、これもまた合わせやすいで大人っぽいっていうのもあるので、スウェットってあんまり着たことないな、ちょっとカジュアルすぎるの私苦手だなっていう方にもすごく着やすい商品になってます。で、最後にサイドにねこれジッパーがついてるんです。なので今日しまってもらったんですけど、こうやってね出してサイドにのこのジップを出して着るのも可愛いので、いろんな着方ができる、そういったセットになってます。これもめちゃくちゃおすすめです。コートもおすすめですけど、この、やつもおすすめになってます。はい、質問ありますか？はい、コートについてカラーは一色だけですか？カラーについては黒もあります。黒も展開してます。はい、他どうでしょうか？で、女性だと XS と S ぐらいでいいのかな。で、メンズの場合は、多分 M とか L とか着ていただけるとちょうどいいんじゃないかなと思います。他どうでしょうか？ご質問ないですかね。はい、ありがとうございます。では次4着目お願いいたします。今度はメンズですよ。はい、来ました。メンズの今度は黒の、ダウンジャケット、これはちょっと割愛しますけども、先ほどの、プリント違い、無地の黒になります。で、今回これもまた、リサイクルされたペットボトル 100% 使われた、リサイクル素材の、ジャケット、パッファージャケットになっています。で、ここにデリケーテッドってポイントが書いてあるのもなかなかおしゃれです。で、ちょっとサイドのここだけポイント、ここに、メイドフロムリサイクルペットボトルっていう風に入っているのも特徴です。で、これがね結構なんでしょう、いいなっていう風に思う人も多いんじゃないかなと思います。で、丈感で言うとお尻までですよね。お尻まで隠れるぐらいの丈感になってて、なんでしょう、でもね結構上半身すっぽり被るので、もう多分真冬対策バッチリなんじゃないかなと思います。で、今日どちらかというと中身を見ていただきたいんです。中身お願いします。はい、めっちゃかっこいい、いいですね。これがですね、はい、ありがとうございます。オーガニック、これ私と多分お揃いの、はい、ものになるんですけれども、オーガニックコットンとの、ワークジャケットとワークパンツを着ていただいてます。で、ここでクイズです。その下に着ている、プリントのシャツがあるんですけども、これは一体何をプリントしているものでしょうか？分かる方いらっしゃいますか？これね、非常に環境というか今非常に問題というかなってる、こう、yeah, I think it's theWhale Ditzy print. So it's a inline illustration of whales in a Ditzy setting. はい。じゃあ、正解お願いします。I guess that's the one. 正解お願いします。正解は今問題になっている国会ですかね。はい。視界、デッドシー、うん、クジラの絵になっております。はい。視界に、住むクジラの絵がプリントが描かれているシャツと今日はコーディネートしてみました。で、やっぱりそのデディケーテッドってその結構メッセージ性の強い、T シャツとかそういったもの多いんですけれども、まあ冬
ね、T シャツなかなか着れない中でこういうシャツってありなんじゃないかなと思っていて、あのクジラさんが自由にあの泳いでいるプリントがされていて、なかなかそうですね、バーンっていうよりかはあのなんだろうな、落ち着いた色味を使っていて、あの大人の男性でも着ていただけるんじゃないかなっていうシャツになっています。でこれをですね、例えばこういう今日見たく、ジャケットとこのセットアップスタイルで着ていただいてもいいんですけど、これちょっと例えばジャケットを指南すると、これね閉じてみてください。閉じてピタッとして着るのもなかなかかっこいいです。そうこういう風にね、ちゃんと見えるというか、このワークジャケット結構便利で、こういう風に締めるときちんと見えるっていうのもあるので、スタイル結構あの開けたり閉めたり、あとはボタンを、シャツのボタン上を開けたりしてちょっと崩して着るのもかっこいいです。はい、というのが特徴です。会場から質問ありますか？どうですか？さっきのジャケットについてます。はいはい、カーキカーキのジャケット、はい、はい、あとで直せます。大丈夫です。はい。大丈夫です。このジャケットについて質問ありますか？あと、どうして、じゃあ、ジョアンに聞こうかな。ジョアン、どうして今回、司会のクジラを描こうと、どういうところからインスパイアされたんですか？ Well, we're very concerned because we're in the middle of the sixth mass extinction event on the planet, and this time it's caused by one of the planet species. We're now in the age of the Anthropocene, where mankind has responsibility over the well-being of the planet, because we control all the biomass and consume everything. So we want to remind about nature and remind that it's critical that we preserve habitats and biotopes, and in order to halt the mass extinction event that's happening right in front of our eyes in our lifetime, under our watch, this is happening. So we want to remind about nature, and we think whales are beautiful, and it's a quite stylish print like that. ありました。リアルどうですか？はい、はい、そうですね、やはり、その動物を選ぶということ自体がまず、この人間として、人々が生活していく上でその、バイオマスですとかいろんな消費に対して その結果として絶滅している動物たちが目の前で死んでいってしまっている動物たちがいるということを人々に伝えるために、動物というトピックを選んでいるんですけれども、やはりクジラというのはもちろんいろいろたくさんの数が死んでいってしまっているというのもありますし、プリントとしてもすごくスタイリッシュなのでクジラのテーマを選びました。はい、ありがとうございます。会場の方で質問ありますでしょうか？サイズ感とか、コーディネートとかデザインとかないですかね？はい、なさそうなので、じゃあ次のお洋服に行きたいと思います。ありがとうございます。はい、次が5着目。はい、今度もまたパパジャケットの、今度これめちゃめちゃ可愛い、ガーデンっていうテーマの、パファジャケットになります。これぜひまずこのプリントをちょっとご覧いただきたいと思うので、ちょっと後ろ失礼します。何が描かれてるか見えますかね？本当に小鳥さんがいたり、なんだろうな、こうシダ植物とかいろんなこう植物が描かれていて、図鑑みたいな感じのデザインになっていて、私ちょっとこれぜひ日本に紹介したいなと思ってついつい持ってきてしまったんですけれども、非常にその何でしょう、リサイクルペットボトルって実際どうなんだろうっていうふうなことよりも、
なんかね、お洋服としてすっごいかっこいいクールだなと思って、紹介したかった商品の一つです。でこれについてちょっとジョアンにぜひ聞いてみたかったんだけど、どういうインスピレーションからあのデザインをこれに選んだのか教えてもらっていいですか？ Yes, this jacket and print we call Secret Garden. And we like to put together this composition of plants and mushrooms and some moths. And there's also some seaweed in the design, just a bit mystical collection of plants, basically. And it's been a smash hit. It was our main all over print for the autumn winter 20 collection. And these jackets are now sold out in Europe because just that print became such a hit. So that was nice to see. はい、はい、そうですね、先ほどおっしゃられたようにこのデザインの名前はシークレットガーデンというもので、キノコですとかシダ植物ですとか海藻というものが、全体的に散りばめられていて、とても神秘的な雰囲気を醸し出しています。でこのプリントはとても人気があるもので、もうほとんど売り切れてしまっているようなものですね。はい、はい、なのでこれはちょっと確保数が足りてないので、もし気に入った方は、はい、なかなか希少な価値のある、商品だと思います。本当に可愛くて、で何気にね、合わせやすいです。こういう今日このお洋服のちょっと差し色に合うような、マスタードを入れてみたんですけど、デディケーテッドの服って基本的にこういう自然なカラーが入っているので、基本どのものを持ってきても、マッチするっていうのも特徴ではあるんですけど、イエローね結構差し色になるのでおすすめかなと思います。あとはカーキとか、そういったところも合うので、ぜひ、チャレンジしてほしいなと思います。であとね、特徴で言うと、そうだな、やっぱそうで、あ、内側のポケットじゃなくて、あれだ。はい。じゃ中のコーディネートも最後にちょっとお知らせすると、はい。先ほど、チャコールの、ショート丈の、スウェットをご紹介させていただいたんですけど、それの、マスタードバージョンということです。でこういうふうに彼女みたいに、さっきはちょっときれいめに着させていただいたんですけれども、こういう感じに、カジュアルなスタイルにも合う、スウェットになります。で色合わせも割としやすいので、そうですね、スカートとかにも合うかなとも思いますし、こういうふうにナチュラルトーンで全部合わせるのも可愛いと思います。でどうしてもこの素材じゃないや、このジャケット自体が柄なので、柄行きをどうしても持ってきてしまうとトゥーマッチになっちゃうので、できるだけ無地で、あるいはコーデュロイとかね、生地感で遊ぶのがいいかなと思います。はい、ということで何か会場からご質問ありますか？これ暑いですね、本当に暖かい。ないですか？大丈夫そう？はい、そうですね、じゃあ次のコーディネート行きましょう。これで、ラスト2個なので、あ、大丈夫です、ありがとうございます。で次、ご紹介したいと思います。今度大人っぽい、コーディネートにしてみました。今度はそのシークレットガーデンのロング丈の、ジャケットのご紹介になります。で、ポイントは先ほど言った通り、シークレットガーデンの長いバージョンなんですけれども、こんな風にね、今回どうしてもお知らせしたかったのは、なかなかプリントのダウンって可愛いけど着こなしづらいよねっていう感じかなっていうところあるんですけど、こんな風に、今日、なんだ、タイトめのスカートと合わせてみたんですけど、どうですか？なんかこんな風にきれいめにも着れるよっていうのをお伝えしたくてちょっとご紹介しました。うん、ジョアン、このコーディネートどうですか？なんかヨーロッパではこんな風に、スウェーデンとかではこんな風に
着てるかな、着てるかしら。個人だからね、女性のあの OL さんとかでも着れるんじゃないかなと思ってます。聞こえてる？ちょっとインタラクティブ長いですね。聞こえてない。あれ、ジョアンが止まってる、うん、あ、じゃあちょっとジョアンに聞きたかったんです、意見を聞きたかったんですけど、じゃあちょっとこの、商品の説明をすると、丈感で言うと、彼女は173センチあるんですけれども、後ろすいません、丈ね結構ふくらはぎぐらいまであるロングなものになります。なので、多分160センチ前後の方で言うと多分ふくらはぎかかるぐらいのロング、本当のロングダウン、として使っていただけると思います。なので真冬、には多分北海道とか旅行とか行くときにすごく重宝するんじゃないかなっていうのと、なんだろう、アクティブな方、そのウィンタースポーツとかされる方にすごいおすすめだなって思います。で、色味もシークレットガーデンってこうすごくよく見ると、そのさっき言ってた、シダ植物とかいっぱいね、 I have to go to Japanese mountains、It's a must. そうね、来てくださいぜひ。あ、で話戻すと、結構プリントが派手に見えるんですけれども、よく見ると派手に見えるんですけど、透明から見るとあのすごくダークトーンの、商品になっているので、そんなになんかコーディネートの邪魔もそこまでしないんじゃないかなっていうふうに思います。なのであの色でこういうふうにね、あのグリーン、モスグリーンの今日セット着てますけれども、そうやって差し色入れていただいてもいいですし、ちょっとあの控えめで言うと、このボトムスとかは少しあのタイトめとか、あまりにもちょっ と、デニムとか持ってきちゃうとあまりにもちょっ と、カジュアルすぎちゃうので、ちょっとあの大人っぽい、コーディネートを取り入れる方があの生きるんじゃないかなと、普段取り入れやすいんじゃないかなと思います。でそろそろジョアンが退出なんだよね、なんですけど、もうこれでコーディネート終わりなので、最後あれですね、私のコーディネートかな、最後なし、うん、でジョアン、じゃあ最後にですね、今日参加していただいているゲストの皆さん、もし質問ないですか、ジョアン退出してしまうんですけれども、ないですかね、なさそう。はい、じゃあジョアン最後になんか、日本の皆さんにメッセージをお願いします。で特におすすめしたい印象的なお洋服あったら教えてください。あ、これ最後紹介します。あ、Thank you very much for a very nice presentation to Mommy and very professional. I think it looks great and thank you everyone for listening. Appreciate anyone taking interest into our journey, and we hope to be a net positive company that actually can do additional good. So we think that's very exciting mission, and just encourage everyone to think about the state of the world and choose more. Responsible and sustainable consumption patterns and such. I think with this collection, we use the lowest impact fibers available. So whenever possible, we use natural fibers. Like organic cotton has 46% lower carbon footprint compared to conventional cotton. So we use that in India, where we also sew the clothes. And where it's necessary for the performance of the garment, such as outerwear and swimwear, then we use recycled polyester, which is also much more efficient in terms of energy and resources compared to virgin polyester. And we use 10 million PET bottles every minute. So we don't need to use any virgin oil to make polyester. We all have the materials available
what's needed already. I'm happy that we're able to craft like a quite stylish and high quality collection. And as you've shown to Mumi, the pieces are quite contemporary, but very wearable, and you can style them very nicely together because of the color palette. So great job, I would say. Yeah, thank you very much. And I wish you all a nice weekend also in Japan, Tokyo. Yes, you too. Okay. はい。そうですね。本日は本当にありがとうございました。とても素敵な会でした。このドリケテッドという、まあ、次に、未来に対して何かいいことをしようというブランドに、まあ、興味を持ってくれて、まあ、そのジャーニーを一緒に作り上げようとしてくれて本当に感謝をしております。人々も、まあ、一人一人消費者としての責任を感じて物を買っていただきたいと思っております。まあ、今回本当にできるだけ負荷が少ない素材を使うように毎回心がけているんですけれども、今回はオーガニックコットンですとか、まあ、リサイクルポリエステル、まあ、リサイクルポリエステルペットボトルを人々は1分間に10ミリオン本新しいものを作っていると言われているんですけれども、まあ、そうした消費を控えて、まあ、私たちは全く新しいポリエステルっていうものを作り出さないように本当に心がけております。今回の会では、スタイリッシュにいろいろなものを仕上げてくれてとても素敵に見せてくれてありがとうございました。良い週末をお過ごしくださいということです。はい、はい、So thank you so much, Joan. See you later, okay? Yes, thank you so much. Thank you. Great work. Thank you so much. Bye. Bye-bye. ということで、バイバイ。はい。はい。Thank you. ということで、Thank you. Bye. You too. Okay. いや、ジョアンは、ジョアンの最近、ウェアハウス、オフィスが、ボート場の池のそばにいたそうで、前はなんか、倉庫、ピンポンとかいっぱい遊び場っぽかったんですけど、今、すごい、湖畔ののどかなところにいるそうで、今度みんなで行きたいですねなんて思いました。ありがとうございます。というわけで、今日はですね、全部で6スタイル、1時間っていうね短い間で今回スローファッションショーをお届けしたんですけれども、いかがだったでしょうか。ぜひですね、先ほども言いました、本当気に入ったらでいいので、見ていただきたいと思います。あとうちはウェブサイトしかないのと、あとたまにポップアップしかやってないので、こういうふうに生身の人間、特に日本人が着るっていう機会がなかなかないと思うので、ちょっとスタイリングとか意識して、みんなが着られるように意識してお届けしてますので、ぜひアーカイブとかも見ていただけたらなと思ってます。最後にちょっと私のコーデも見ていただきたいんですけど、これなんと上はメンズの、さっき男の子が着ていた、ジャケットのモカっていうお色になる、モカブラウンっていうお色になるんですけれども、パンツはレディースのものになりまして、これねめちゃめちゃ足長く見えるの。私足短いですけど、すごい何でしょう、フレア、ちょっとフレア丈になっていまして、こんな感じでセットアップみたいに着ていただけてもいいかと思うんですけれども、このパンツ自体が非常に、足長効果がある素敵なパンツです。かつこれね、着ていて本当に薬事法に引っかかるかあれなんですけど、めちゃくちゃ気持ちいいです。ちょっとだけストレッチが効いてるんですけれども、何でしょう、ごわつきがなくってさらっとしていて、すごく着心地が本当にいい、コットンになっています。でコットンジャケットって結構メンズの方着られると思うんですけど、こういう風にねレディースもかっこよく着ることができるのがデディケートデッドでございますので、ぜひ男性と女性でねシェアしてもいいと思いますので、ぜひこちらも皆さんのワードローブの参考になっていただけたらなと思います。どうも今日はご参加ありがとうございました。ではまた、ありがとうございます。さよなら。